大きいもの、元気のあるような種を選んで、1人3粒くらい選んでですね、小さいポットに植えてほしい。で、ポット運んで、何人か作業終わった人、運んでください。親がいたり親戚の人がいたり、当たり前じゃないことに感謝しようって強く思いました。災害の準備について家族で話し合うと思いますし、家族と喧嘩してしまったりとかした時も、朝は必ず笑顔で行ってきますっていう言葉を言うようにしようと思います。もしかしたら最後になる言葉が喧嘩の言葉じゃなくて、その笑顔で言った言葉にしたい。風化させてはいけないんですけど、やっぱりどうしても風化してしまうんですよ。それをどう風化させないようにするか、その工夫がこれから必要になってくると思うんで、メディアを含め私たちも精一杯情報発信をしていくことがこれからの課題だと思います。それをみんなで一緒に頑張っていきたいです。せっかく修学旅行なんだから、シンガポールと迷ってたので、シンガポールでもよかったんじゃないのとか言われました。それでもあなたは東京を選ぶ、なぜ